はい、皆さんこんにちは。群馬県伊勢崎市にある平田ドラム教室で講師をしていますジムです。よろしくお願いします。はい、今日はフィルインですね。またで、ちょっとポリリズムという、なんかちょっと変則的に聞こえるようなリズムみたいな感じのやつをちょっと紹介したいと思います。で、出てくるフィルインなんですけど、3連が普通に出てくる感じです。で、その3連のその3個の音を、2つの音色で割っていくやり方ですね。これやるとすごいなんか気持ち悪いリズムというか、どこが頭だみたいなリズムになるんですけど、ちょっとそれをやってみようと思います。譜面だとこんな感じになるのかな。スネアが2回、タムが2回、スネアが2回、タムが2回を繰り返していきます。これをすると変な感じというか、頭がわからなくなっちゃう感じなんですけど、一応ハイハットで四分音符を刻みながら叩いていきたいと思います。ではやってみます。こんな感じですね。ちょっと最初難しいかもしれないですけど、まあ頭の中でそのテンポをこう、なんだろう、数えながらやっていくと、結構使えるというか、これから先いい感じにね、いろんなフレーズに使えると思うので、やってみてください。今回はこんな感じでした。ありがとうございました。